気になる葉の着色、実はホーチミンのあれが原因かも。葉の着色汚れは、衛生的にも、見た目にも、良くないとアリガシ科では、考えております。定期的に歯医者さんで、着色を落とすために、クリーニングや歯石除去を、されているかと思いますが、まずは、着色汚れの原因となるものが、何かを考えてみましょう。笑った時や普段何気ない会話などの時に、歯が見える瞬間に白い歯が、見えると清潔感もあり、好感度もいいですよね。そのような時にも白く輝く、歯を見せるためにも、定期的な歯のクリーニング、歯石除去をアリガシ科では、おすすめしております。本日は、1、クリーニング、歯石除去とホワイトニングの、違い。2、歯の着色原因となりやすい飲み物。3、ホーチミンのアリガシ科の、クリーニング、ホワイトニング。この内容に絞ってみていきたいと、思います。1、クリーニング、歯石除去とホワイトニングの、違い。歯の着色汚れといっても、大きく分けて2つの意味が、あると思います。1つ目は歯の表面についた、ステインと呼ばれるもの。もう1つは、歯自体の色。この2つが大きく歯の色に、影響してきます。ステイン。ステインと呼ばれる着色は、歯の表面についております。普段、歯磨きをしていても少しの、磨き残しと、色の濃い食べ物や、飲み物などに含まれる物質から作られ、歯につきます。これ以外にもタバコのヤニでも、同様にステインがつきます。このステインを取ることが歯医者さん、歯科医院で行う、いわゆる歯のクリーニングとなりますが、これ以外にも歯石の除去や、バイオフィルム、細菌の塊、の、除去、そして歯の表面の研磨を、行う PMTC などを行います。歯のホワイトニング。歯のホワイトニングは、歯の中に薬剤を浸透させて、歯自体を白くするということになります。これは家でお手軽にやるホームホワイトニングと、歯医者さん、歯科医院内で行う、オフィスホワイトニングに分かれます。中、エステサロンや簡易型の、セルフホワイトニング、歯磨き剤などで、ホワイトニング、と言われているものは、いわゆるステインを落とすということになります。これを、ホワイトニング、と呼んでいるため、混同してしまっています。注意が必要です。2、歯の着色原因となりやすい飲み物。歯の着色の原因の、一つとして、飲み物が挙げられます。もちろん、他にも食べ物、濃い呼吸などの大きな原因もあります。濃い呼吸は、多くの方は意識しなくても、鼻呼吸を、しているのですが、子供の頃からの濃い呼吸の、元本として、大人まで濃い呼吸している方が見えます。これは歯の着色が多くなるばかりでなく、虫歯や歯周病を、引き起こしやすかったり、喉を痛めやすかったり、感染症にかかりやすかったり、歯並びを崩したり、さらには荒れもいの顔どいとなり、顔の変形も考えられます。さらにはベトナム、ホーチミンでは、空気も悪いため、歯の着色が日本にいる時より、多くなります。1、コーヒー、濃茶、ウーロン茶。コーヒーや、濃茶、ウーロン茶など、色の濃いお茶に含まれている色素は、主にタンニンが唾液中の、カルシウムなどの金属イオンと、結びつくことで、歯の表面を覆っている膜であるペリクルにつきます。これらが少しずつ歯につくことで、ステインになります。通常、ペットボトルに入っているような製品よりも、ドリップしたり、ビーフティーで、レタ濃茶や、お茶の方が色素が多く、着色しやすいと言われています。2、コーラ。コーラは、黒い色素、カラメル色素、を、含んでいます。これも着色原因となり、コーラは強い酸性であることから、歯の表面を溶かし、色素が入り込みやすいと言われてます。また、コーラは糖分も多く含まれるので、虫歯のリスクも高くなります。3、赤ライン。赤ラインもお茶類と同様に、タンニン、を多く含んでおります。コーラやジュースと同様に、pH が低く、歯の表面を溶かし色素が、入り込みやすいのでステインとなり、歯の着色をします。4、フルーツジュース。フルーツジュースであるグレープジュースや、クランベリージュースには、着色色素を多く含んでいるものもあります。そして pH が低いので、歯の表面を溶かしながら色素が、入り込みやすくなっております。アリガシ科では、
歯のクリーニング、歯石除去を行っております。ホーチミンの皆様の健康のお手伝いができるように歯の磨き方もご説明させていただいております。毎日の習慣ではなく、正しく歯を磨くことで虫歯予防だけでなく、歯周病予防にもなり、着色もしにくくなります。ホーチミンに来てから歯の着色汚れが多い方や頻度が高い方は、口呼吸の疑いがあります。この口呼吸が改善できるアドバイスもありがし科ではさせていただいております。また、歯自体の着色には歯のホワイトニングであるホームホワイトニングも行っておりますので、お気軽にご相談してみてください。